はい、今回からこちらのゲーム解体推理というゲームやっていきたいと思います。まあタイトル通り推理ゲームでございます。ちょっとオカルト気質なんかな。はい、やっていきましょう。初めからなんかいまいちね、どういうゲームかは分かってないんだけど、ひなさんは、白鳥さん、今、白鳥さんってよくした。外見てください。一面畑ですよ。自然がいっぱいでいいですね。畑？奥の方はなんだ？森？そうだな。白鳥しぐれさん？信じられないです。こんなのどかで平和なところが、神様にたたられているなんて。瀬田来先生が依頼を受けるくらいだ。かなり深刻な状況なんだろう。この二人ってどういう関係なんやろね。わ、揺れる揺れる。でも結局、調査に来てるの白鳥さんですよね。この癖のある立ち絵いいな。突然僕から手紙が届いて驚いたことだろう。この手紙を出したのには理由がある。僕に届いた依頼を君に代行してほしいんだ。あなたは先に来てるけど行方不明になりました的なこと？三巻にある薄消し、絶対読めないね。裏では、数ヶ月前から奇妙な事件が起きているらしい。突然、裏に怪物が現れ、それを見た村人の様子がおかしくなってしまった。医者が調べても原因がわからないらしい。薄消し村ではかつて、五臓道坊様という神様を信仰して、それなんでそんな名前なの？村人たちはこの奇妙な現象を、神様のたたりだと言っているよ。本当は僕が調査に行くつもりだったが、急な予定が入ってしばらくそっちに戻れそうにないんだ。夏休みにどうしてこんなことを、と君は思っているかもしれない。でもこれは優秀な弟子である君にしか頼めないことなんだ。何も頭に入ってない。君にとっても新しい知見が得られるだろう。薄消し村への地図は同行しておく。頼んだよ。何が起こったんだっけ？親愛なる白鳥くんね。いやいや、セターン。読めない。薄消し村行きます。仕事が入っているとはいえ、大学生にこんな重要なこと普通頼むか。大学生なんだ。白鳥さんのことをそれだけ信頼してるってことですよ。今回で最後だ。次は断る。それにしてもたたりか、スルースキル高いね、君。そういうのって本当にあるんですかね。いや、そんなものはない。さすが白鳥さん、めちゃくちゃ断言しますね。理系だな。世の中でオカルトと言われる現象には必ず種があるんだ。ガリレオみたいだね、君。村で起こっている現象にも何かしらの原因があるに違いない。そうですね。原因を見つけ出して、村の方たちを早く助けましょう。私もお手伝い頑張ります。あんまり余計なことはするなよ。そういう空回り系の子なの、この子って。ようこそ薄消し村へ。話を伺っております。あなた方が来てくれて本当に助かりました。白鳥しぐれです。瀬田来先生に、金曜が入ってしまって、俺はその代理で来ました。助手のひなと申します。あんな子供が五臓道坊坊様のたたりを沈められるのか。でも有名な教授の弟子らしいし、何とかしてくれるんじゃないか。怪異現象を解決してくれる。もう何でもいい。早く助けてくれ。村人たちは相当疲弊しているの。この後ろに宿って書いてるけど、めっちゃ和風な家なんだね。ま、和風な村というか。この通り我々ではもう手に負えなくなってきているのです。外部の方を巻き込んでしまうのは大変心苦しいのですが、どうかお力を貸していただけませんか。まあ、そのために来ましたから。白鳥さんも原因究明のプロですから安心してお任せください。なんでお前が得意げなんだ。そんなこと言っちゃったら絶対解決しなきゃいけなくなるじゃん。ありがとうございます。村人たちにも話を通してあるので何でも聞いてください。宿はこの、めっちゃ夏だな。広場にあります。自由に使ってください。助かります。いや、まあ、宿はいいんだけどさ、飯とか出んのかな？まずは何をしますか？とりあえず村人に、この村の名産品って何すか？たたりについての情報。了解です。じゃあ行きましょうか。真面目なんだな。もうなんだ？
1日目調査開始。調査について、村人から話を聞くことで情報を手に入れましょう。左上のマップでイベントの発生場所がわかります。ミニマップの運、メニューのマップで、はい。村人から頼まれ事をされる。おお。何か悩みを解決することで情報が得られるって。手に入れた情報はメニューのノートで確認することができます。メニューのノート。おお。じゃあ、手近な人から。調査お疲れ様です。本当にありがとうございます。村長なのめっちゃ若いね、シルエット。いえ、気にしないでください。ところで、白鳥さんは、小僧どぼぼ様についてどれくらい知ってますか？きちんとした説明もせずに調査をお願いしてしまったので、いえ、名前と神様ってことくらいしか？いや、私から軽く説明させていただきますね。はい。小僧どぼぼ様は、村を守る土地神様。この村に降りかかる災いや厄介事を追い返してくれます。もともとは優しい神様だったんですね。そんな神様がどうして祟りなんて？かつて村全体でお祭りを開くくらい、小僧どぼぼ様を大事にしていました。ですが最近は土地開発も進んで、だんだん神様の信仰も薄れてきて、よくある話ですね。文明が発展すると神への信仰は薄れていきますから。それで悪いことが起こったら全部、ああ、神様のお祭りしてなかったせいなんやってなるのが人間のそういう心理。占いと一緒の占いと。占いもさ、悪い結果が出た時にさ、ああ、占いの順位悪かったからだ、とかさ、すぐなるじゃん。そんな時に村人の何人かが謎の体調不良を訴え始めました。医者にも原因がわからなかったので、一度探偵の方をお呼びして調査を依頼したのです。調査の結果は、この方が言うには、子供ぼぼ様によるたたりによって引き起こされた集団的な体調不良のようです。それ、やぶ医者だよ。解決策が分かる前にその方は村を離れてしまったんです。絶対なんか水がさ、良くないとかそんなんだって。その探偵もなんかうさんくさい気がしますけど、たたりの原因は進行されなくなった怒りってことなんですかね。どうだろうな、昔から人間は説明できない現象を神のせいにしていた。だからほら、生贄とか昔さ、捧げたりしてたじゃん。あれマジ本当意味のない風習だよね。今回もなんか他の原因を都合よく考えてるだけかもな。わからなかったからたたりってことにしといたんだよ、きっとその医者もさ。白鳥さ、村人たちは本気でたたりのこと悩んでるんですよ。そうかもしれないですね。原因が何であり、この奇妙な現象から村人たちを解放してあげたいのです。できる限りの協力はしますので、どうかよろしくお願いします。なんか、話変わったりする？そういえば村長さんって随分お若いんですね。確かに。父から代替わりしたばかりで、そうなんですね。こんな時に騒ぎが起きて大変ですね。村長としてはまだ未熟ですが、困った時は何でも相談してくださいね。若いもんな。ああ、俺たちこのままたたられるしかないんだ、放っておいてくれ。絶望してんな。